それではザ・フレーム・イン・ザ・フラットの続きをやってきます。もう50日経ってますね。アイテムは大丈夫かな。ちょっとクエストももう溜まってますけど、包帯使える熱白狼ね、倒したいですね。この間はあの老狼を倒したんですね。老いた狼か、うん、で、そしたら皮が手に入ったので、老狼ジャケットを作ってみましたね。狼に噛まれた時の裂傷を防ぐこともあるって書いてありますね。まあ防いでくれるのはありがたいですね。体温がちょっと下がってきてる。ここは探索したんだっけ？してないっぽいですね。ちょっとじゃあ探索していきましょう。ニット帽、あ、いや、探索してるな、これは。これだけ取ってなかっただけだ、多分。この辺、ガマが生えてたのないもんね、もうね。じゃあ次の場所に行きます。罠が仕掛けてある。これは、え、何これ？あれ？まだ、罠残ってるね。ナットとボル、あ、取ってないわ。この罠なんだろう、イノシシいたのかな。なんかね、雨がすごい多いんですね、この最後の9個目のエリアに来て。この辺空っぽだな。取ったとこと取ってないとこと。釣り針はもういいかな。作業台がありますね。どうしようかな。ナットと革細工キットちょっと作っときたい。ウサギの皮を持ってきましょうか。じゃあ敵いないっぽいんでね、今んとこ。このルートは敵がいなかった。革細工キットがあると、狼とか、これ何も見てたんだろう。イノシシの皮か。ウサギ側、ウサギ側これかな。もうないかな。先にちょっと川崎キット作っとこう。平和なうちに。この罠なんで設置したのかな。あ、雷。そう、雨が多いんですよ、ほんと。空っぽ。さっと、もう作っちゃいましょうか。これこれこれ。2個作れるんでね。体温が奪われて奪われてしょうがないですね。もうなるべく、あ、晴れ、え、すぐ晴れたね。この辺なんかウサギがいるか。まあ、ウサギはもういいし。よし、行きましょう。じゃあなんかあれ、ややこしいな。もう降ったりやんだり。狼が作れるけど、狼、うん、まあいいや、行きましょうか、先。出発する。雨降ってばっかりなんですよ、本当に。どうしようもないですね、こうなると。なんで、サクサク行きたいですけど。防寒不足。どうでしょう、ぼちぼちですかね、次のエリア。ちょっと白狼をやり残してるんでね、それがちょっと心残りですね。このでもね、こんだけ雨降ってるとね、まともに活動ができないですね。焚き火、火打ち石ちょっと矢に使うんで、あったらもらっていきましょうか。できるかな。雨降ってたら敵出てこないのかな、あんまり。アルコール。アイテム見てなかった。2つ空いてる。ちょっと食べよう。水も飲んどきましょうか、一回。で、なんかいるね。ウサギは動いてるね。
くい。焚き火跡はあるけど、の切れはいいや。誘致したとこか。これはアロエもいいですね。朝古い材木、ストーブ消えた。はい、まあいいでしょう。あとはこれガマ、ガマですね。なんかいるかな。雷になってるからね。どこいいや。あ、クマがいる。怖い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 。怖い怖い。ちょっとここはもう焚き火作戦も使えないんで、ちょっとスルーしちゃいましょう。クマの皮欲しいんですけどね。どうしようかな。これさすがにね、こんだけ眠りましょう。まあ、ちょっと眠ってから考えようかな。2時間。雨、体温は戻りましたね。どうしようかな。ちょっと毒の肉がクマに効くか。あ、晴れたね。よし、焚き火作戦しよう。どこかな、動くかな。クマ、あそこですね。怖いな、本当に。本当嫌だわ、これ。ギリギリこの辺でいけそうですね。よし、焚き火を使う。さあ、怖っ。怖っ。背中向けてるよ。毒煙玉1個作ろう。よし、立つ。で、弓。どう？大丈夫かな？襲ってこない？あ、あれなんか変なとこ行ってる。1、2、あれなんか外れるな。3、ちょっと上狙わないといけないです。出した。よし、これでいいかな。さあ、熊川を取りましょう。生肉2つ。肉もちょっと久しぶりに肉食べたいし、焼こうかな。よし、狼帽子、手袋、ブーツ、熊革、なんか作れるかな、熊革で。ブーツ、帽子、手袋、ズボン、何作ったんだっけ。ブーツ作っちゃおうか。いいですね、熊川ブーツ。あ、ナイフ壊れた。ああ。よし、狼側は、もうそんなにしちゃいますか。よし、じゃあ立つ。あれない？ん？炭を手に入れる。狼来てる？もしかして。なんか音がするんだけど。ガマちょっともらっていこうか、せっかくの。何の音これ。ネズミか？あ、ネズミじゃないわ。ウサギか。雨降ってきた。いいですね。まあ、ちょっと体温下がらないですね、今んとこ。
熊側が効いてるのかな。じゃあちょっともう出発しちゃいましょう。晴れたんで良かったですね、ちょうどね。さあ次はどうしようかな。病院も別にいいもんね。ホームセンターかガソリンスタンドぐらいが空いてたら行きたいんですけどね。もうでもね終盤だと思うんですけど、ね、防寒不足来るんだまた。これでもどんだけや、重ね着とかできないんだもんね。どっちから行くのこれ。はいはい、テントが来ました。おっとマリーナはあるけど、あホームセンター行きたいですね。こっち行こうかな。あーぶつかった。あガソリンスタンドもあるね。ホームセンターに行きましょう。ちょっと行ける。よし。うん。作業台があるし、鋼のナイフも作っときたいですね。どうしよう、毒肉投げようか。もったいないな。いてて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 。はい。ちょっと体温下がってきた。毒肉投げて、肉を作ってから、でも2つしかないんだよな。はい、うん、明るくなるよね。じゃあちょっと、まあちょっと温まりましょう。ストーブつか、体温がほんと厳しいですね。と雪に焼いた肉、こんだけ装備揃えてても体温が下がるんですね。どうしよう、戻る。ちょっと肉食べよう。どうしようもないな、武器ないもんな。一匹いるんだよね、もう一匹。大丈夫かな、襲ってきてないよ。イノシシだやっぱり。襲ってこない。釣り糸。肩の図面はもういいよね多分。こっち来るか。ああもうめんどくせえなこれは。じゃあ狼か。変に持ち物いっぱいだ。ナットとボルトが欲しいんですけど、先ほどあるシャーガン。ああこっち来る。どこにいる。イノシシ。ああ来た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 。見ない見ない。こっちの方まで来ますねイノシシ。ここまでは来ない。よし。ちょっと
ロシシはやっちゃいましょうか。あ、いいか、松明。松明つく？つかないね。使えないね。じゃあ、組紐。空きがない。シノクいっぱい。糸取っちゃったのか。狼の皮いらないや。焚き付け。と何がいけんのかな。型の図面もこれ捨てよう。で、これを型。で、よし。狼用の。あ、狼もそうか。槍の罠でよかったね。いけそうですね。狼用に、もう一個罠作っちゃおう。ストーブ消えるわな、そらな。ただ矢使わなくてもいいですね。ちょっと大変だけど設置するのが。ちょっと作業台を使いたいので。あ、ここにいるわ。ちょっとめんどくさいな。襲われる。ここ大丈夫かな。もうちょっと先まで行きたい。この辺まで来てくれないかな。こっちおいで。こっち来るんだ。来ないね。失敗したかな。もうちょっとだよ、もうちょっとだよ。ほらほら、よっしゃ。あれ死んだ。毒入りに行く。あれ、ちょ、あれ毒入りに行く取れた。あ、え、回収できるんだこれ。知らなかった。はい、マニックだけでいいかな。ケガは、はい。こっちはもう神だよね。肩の爪もいいですね。じゃあ、あ、ここか。ここに来るんだな。よし。ちゃうちゃうちゃう。ちゃう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 。どこよ。こっち来い。だけでいいよ、ね、作業台一つ使うのに。ああ、ちょっと待って、これじゃなくて、あれ、鋼のナイフないかな。イノシシの皮がいるのか。あ、ちょうどあるね。これじゃない、これじゃない。よし、これ作っとかないと。ん？あと何が足りない。
ナットとボルトも1個いるかクソちょっと探すか。ツリーと材木もう1個だけあった。よしよし。わあ、あるね。これは持っていけない。取っちゃおうか。お、あるあるある。よし、ここも取れたっけ。取ってないのか。いいね。よし、じゃあ鋼のナイフ作っていきましょう。3つあるからもういらないよね。部品作っとこっか。よし、あと矢が作れたらいいよね。よし、よかった。行きましょう。あと体力がだいぶ落ちてますね。あ、出発しましょう。もうあんまりやることなくなってきましたね。どうしようかな。こっち、あ、行った。ちょっとマリーナ行きたいな。行けるんだったら。どこ、ちょっと一気にボロボロになったイカだが。アリーナもないか。ちょっとタイミング悪かったな。これでイカダ大破とかやめてほしいですね。さあ、どうでしょう。果たしてイカダは持つのか。さあ、どこに行く。釣り、てん、あ、病院に行けって書いてあったから病院も行ってみましょうか。このテントのとこ行ってみようかな。雨ほんまに多いですね。ユチイシちょっと取れたら取っときましょう。敵がいたらもうちょっと戻っていこうかな。あー、ヘビか。ここはヘビですね。ナットとボルトは大事。ガマいらんか。なんかいる。カラスはいいね。羽が欲しいですね。取れない。あとはこっちはイノシシ。あそこにいるヘビが。キウチシだけ取っときましょう。あっちにもカラスいるんだよね。はい、落としてください。羽取って、ヘビ見にくいな。すごい。他の動物は今んとこいなさそう。カラス、ウサギか。これアルコールいいかな。ヘビ下にいるね。カラスがいる。こんだけかな。オオカミはいないですね。ガラス瓶もいいか。なんか起きたぞ。あ、いた、オオカミいた。行って行って、ヘビか。クソ、こっちじゃないもうちょっと帰った方がいいな。これは襲われるぞ。これは襲われるぞ。よしよし、に来た。じゃちょっとタンポポ茶を飲んで解毒しましょう。うん、水を汲んどこうかな。じゃで、矢を
や作れないな。あれ、あ、ここじゃない。焚き付けあるからタンポポティ作りましょうか。ストーブ使う。もうひどいですね電気。よし、どこ、しちゃいましょう。病院に行ってみましょうか。一応クエストがあったんでね。あとはマリーナがあれば寄りたいですけど、ちょっといかだが壊れそうなんで。寝転がりの延べの目標達成、ちょっと歌が始まらないんですけど、音が全然聞こえないですね。なったところと、青か見る、もういいか。じゃあここはもうそれだけでいいので帰ろう。さあもうぼちぼち終わりなんじゃないですかね。まだかな。あ、変なとこ通っちゃった。通れるかな。ああくそお、晴れたよ。さあどうでしょう。ちょっと流れ早いんですけど、マリーナないっすかね。あれあれガソリンスタンドか。晴れたね。でもね、ガソリンスタンド直せないしな。こっちはいいか。ストーブはいいですよ、まあ、釣り小屋に行きましょうか。教会も別にいいもんね今ね。はい、ここはまあ安全だと思うんで。今日何もでも悪魔倒したぐらいですか。漆、タンポポ、クワーナ、蝶のいっぱいか。これあるね、悪魔のラッパ。こんないっぱいなの。もう我慢いらないよね、全部。あれにしちゃおうか。焚き付けにしちゃおう。星肉、星肉いつの間に取ってたんだろう。あ、さっき拾ったのかな。と、あれ一個食べようかな。よし、なんかもうこっちが欲しいな。ユッカじゃないっすよね。悪魔のラッパ、はい。クワはもういいや。で、毒の肉を作ります。で、材木、よし。これ取っときたいな。1個でいいかな。2つ取れる。ユッカと、取れたね。これでいいや。行っちゃいましょう。マリーナ、マリーナが来てほしいな。そこになんかあるね。
いらない。あ、危ない。よしよし。図面いらんかったな。まだか。お、来た。最後ですね。概要へと続く湾。停泊できる場所のない広い海。さあどうなる。もう最後ですよね、これ。どうなるんでしょう。ん？どうなんのこれ。さあ、こいでいきますよ。もうずっと焦げるわけではないか。はい。もう10個目のエリアですけどね。さあどうなる。なんかないの。もうあれだよね、なんかアイコンも全部消えたからお腹空いたりとかしない感じですね。さあ何が待ち受けてるんでしょうか。最後は沈没船もあるね。さまようだけ。もうでも終わりそうですね。じゃあこれで最後になんかバトルとかやめてください。本当にクマと戦わしたりとかね。このまま漂流とかねやめてほしいですね。なんか進まないですね。じれったいな。お？お、なんか赤い光ってるよ。これ何？なんか近づいた方がいいのかな。あ、違うな。なんだろう。なんかこっから先進めないんですよね。あの赤いのをちょっと目指してみましょうか。なんだこれ。関係ないか。なんでしょうね。長いですね。この歌を聴かせる感じですか。それだったらでも雨を止ましてほしいですけどね。さあ何が起こる。あ、晴れた。よしよし。これ何もないね。あ、なんかあるよ。お？あそこ？桟橋あるね、一応。さあ何が待ち受けてるか。王国か。王国か。ここが王国だ。到着。王国。セーブとかないね。じゃあもうエンディングかな。さあ一体何が。もうアイテムも開けないので、もう進んじゃいます。キングダム。王国ですね。さあ、でも誰かいるような感じでもない。お？犬？もしかしてっていう。もしやっていうね。このイソップ、デイジー？もしかしてこの犬が捜索犬だったってこと？なんかこういうのちょっといいですね。リュックサックがかけられている。ついている紋章は君の犬が持ってきたものと同じだ。おお、人？犬だね。犬がいっぱいいる。ん？張り紙を調べる。はい。犬の名簿。ボスコ。東から帰還、使用者なし、ディッパー、次の配置を待機中、不安そう、ルー、強情、行儀が悪い、野外調査には不適、ロージー、活動中、南の大陸にいる、
イソップ北の大陸に送ったが迷子になったと思われる。イソップは迷子になっちゃった。ディージーだったよねこの犬確かね。このイソップディージーの扱いがちょっと軽い感じするんですけど、ここは入れないな。さあどうする。あイノシシウサギもいっぱい飼ってますね。あこれはもうでも人が完全に飼ってる感じです。おおおお。なんだこれは。教えてください旅人よ、世界はどうなっていますか。それだけ。水で終わっちゃったかな。終わりましたね。まあ割と、遊びやすかったですかね。最後のエリアがねちょっとね残念かなっていう感じしましたね。ちょっと厳しくするのはいいんですけど、なんていうのかな、雨ばっかりだとねちょっと楽しめなかったな。うん、まあ最後のエリアはもうだからアイテムをそれまでに貯めといて、もう一気に駆け抜けるみたいな感じの方が良かったか、いい感じでしたね。うん、この手前の一個前のエリアの方がね面白かった。物資が少なくて、強い敵がいっぱいいるっていうね。うん、8つ目のエリアの方が面白かったですけどね。こうお腹が減ると食料がね少なかったりすると頑張って危険な動物を狩らないといけないっていうね。うん、あとはまあ武器が見つけてないだけかもしれないですけど、罠に引っ掛けるか矢を使うかしかないんでね、素手で戦えないんですよね。だから物を持ってない時点で、動物と戦う権利がなくなっちゃうんですよね。うん、素手でもなんとかねダメージ食らうけど撃退できるとかいうのはあったらもうちょっと選択の幅が広がるかな。なんかその辺も少し欲しいところではありますね。だから要はアイテムをしっかり溜め込んだ人が、先に進めるってことですね。うん、なんかそういうテクニックがあまりないですね。うん、だから1回3回目かな、4回目にやった時みたいにこうガマが1個も手に入らないっていうのになるともうやっていけないですね。まあでもすごい序盤はね、序盤の方がサバイバル感がすごいあって楽しめましたね。後半ちょっとアイテム余裕出てきてからはなんかやることがね逆に狭まっちゃったんで、うん、最後までねこうカツカツで楽しめたらちょうど良かったかも。ちょっと縛りプレイをしてもいいかもしれない、良かったかもしれないですね。なんかテントとかストーブとかをつけないとか、うん、でも良かったかもしれないですね。またちょっとやるよう考えてやっていきましょう。まあトラベラーとサバイバリストだったかな、もう少し難しい難易度の方もあるのでやっても良かったいいですね。で結局でも今回の旅は5回目の、出発したやつですけどねは、1回も死ななかったですもんね結局。うん、で最後まで行けたのでいいですね。まあまあでも楽しみ結構ね面白い方だと思いますけど、あ飛ばしちゃったかな、大丈夫。55日間生き延びた。どうなるんだ、長いですねこれ。なんかもっといろんな統計があったら面白いですけど、長いな長いな、こんだけですね。最後どうなってんのかな、他に何かあったりするんかな。
このマークなんだろう。星と星はイベントですよね。なんかプラスこのなんでしょうね。あ、怪我したって感じかな。そうですね、怪我ですね多分。ほうほう。55日間、39.9 マイルで、王国最後こうですね、たどり着きました。次チェックポイントから復活しますか。ああ、2つしか戻れないですね。最初の方からはできないのか。ここからか、最後ここですね。なるほど。まあ、14回ですかね、放送してきたのですけど、